お疲れです。お疲れです。10時半です。キーパス終わって帰ってきました。はい。今日引き分けで。反省しかないです。やっぱりもうね、林さん褒めてくれてね、予想は良かったって言っても、やっぱ、あの展開いろいろ考えてさ、結局、A 級決勝も S 級決勝も1着3着なんですよね。はい。いやー、中村清で悔しい思いして、また決勝も中村清で悔しい思いして、じゃあ佐藤健太ってのはいかれてるね。いかれてますね。でもでも予想した側からしたら良かったですね。そう、僕はだからもう あんな早い切り替えまではあの用意してなかったから、頭の中に、うん、林さんも言ってた、でも相当早く切り替えるからってずっと2人で言ってたんですよ。2人とも7で狙ってましたね、あれで。僕はもうほら佐藤健太から行っちゃってるぐらいだから、うん、まあ、ちょっと惜しいところだよね。まあ、また次いつだっけな、30日前にもう一回あるんですよね。なるほど。キーパスだ、そこもまたキャリーオーバーです。はい、キーパスもお願いします。で、ね、あれ面白いですね、アンチ動画に対するね、おう、こういう人がいるんですよって、これ、まあ、だから嬉しいんですよ、いろいろ僕に寄り添ってくれる意見がね、はい、いっぱいあるのは本当ありがたいです、はい、それはありがたい。でもそんな別にほらくじけてるわけでもないんですけど、そうです、ね、面白がってるぐらいの。そう、ただ僕が思ってるのはね、アンチとかそういうほらのふざけたやつをさ、撲滅とは僕一回も言ってないんですよね、うん、撲滅じゃなくて、そういう人のこうなんつうの、目線を変えれたらその人も多分面白いと思うんですよ。だからいつもこれ言うけど、これはもう差別とかやられちゃうのかな、だからそういうことなんかネチネチ言う人ってさ、これ僕のイメージです、あくまでも、まあ、やっぱりほら申し訳ないけど、まあお友達がいないとかね、はい、女性にモテないとか、はい、金がないとか、はい、これ三大要素ってこれ ないですか、どうですか。そうです、まあ金は分かんないですけどそも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 これも言っても身も蓋もないですけど、ああいう配信番組にコメントするのって大体そうでしょ。だって普通友達と喋りながらやるでしょ。そのあとそれでそうそうで、なんかしかも大体なんとかちゃん可愛いとか、うん、あれ絶対に面と向かったら言えない人なんですよ。まあ、こんなこと言うと何人か敵に回したんですけど。でそれはこれは別にだから そういう人を悪くはないんですよ。うん、バカだほどじゃないんです。はい、もしそういうこういろいろネチネチしてる人がね、本当は寂しくて辛いくてそうなっちゃってる人もいるかもしれないじゃない。はいはいはい、もう少年がずっとそういう少年でも、何言っても絶対言うこと聞かない、お前のこと認めない、全然話はもうこれだよって言うんだったらそれもしょうがないけど、もうそのそうじゃなくて、こうなんかこう行き詰まっちゃってさ、なんかこう八方塞がりでさ、どうしようもなくて俺今こんなんだよって自覚してない人もいるかもしれないし、自覚してそういう人もいるかもしれないじゃないですか。はい、もう救いたいよね、そういう人を。だから俺は、まあそうですね、いや俺相当そういう気持ちありますよ。はい、うん、本当に競輪好きになってくれて、なんだったら大宮に会いに来てくれたりとか、うん、そうすると仲間になれるじゃないですか。そうなんですね、本当はそういうところの一歩が大事ですよね。うん、だから、ね、松戸であった新谷1月にね、はい、競輪で燃えた時にバーってなんかこううるせえって最初そういうテンションになった人がいるんですけどね、はい、それはもうちょっとそれボスとバーって家で僕間に入って、いやそうじゃないんだこう聞いてくればっていろいろ話したら、その新谷もう警備なんだお前らがあるんじゃないかってバーって仲良くなって、今はもうたまに飲むから。この前職場で来てた方、そうですよね。そうそ そうああいうのがあるじゃないですか。はいはい、まあ、レアケースですけど、はい、っていうのあるからね。そのだからもうほら別に僕も別に大したね、まあ大したことないって言うだけで、僕はまあ人間に恵まれてるんですけどね、友達に仲間に恵まれてるんだけど、もし仲間に恵まれてない人がいるんだったら、その人にそう人間関係を保ちながら競輪をやる面白さを教えたいよね。そうですね。って俺は思うんです。であと一つ、さっきの林さんの話でも言ったんだけど、なんかさうるせえんだよな、車検買ってんのかどうかとかさ、今日だから同じ人ですよ、バカじゃねえの、同じ人は読まれるまで連続でコメントしてる人いる。そうだからさ、それお前に言ってどうなんのって話じゃないですか。はい、じゃあ俺が買ってるとお前に何が影響あんのって、じゃあ俺買ってないのに、でマイレス買ってないのに予想してたら俺のことを嫌いになる人がいたら遠慮しない、今すぐ嫌いになってもらって構いませんっていうのはできないから、それは、うん、全レース予想したら買ってやれ、できないで全部買ってたら絶対に儲けられない、
はい、競輪は。でこれも前も言ったけど、仲間と集いながらバーってやるのが面白いっていうふうに思うようになった、こう数年です、数十年、10年ぐらいかな、まあだからもう儲けようとか経営に俺思ってないよ別に本当に、はい、それは車検買うときは当てたい気持ちあるよ、じゃあこれで生計立てようとか、じゃあ大金掴もうとか思ってないから俺、でそれをねだからね結局買ってんのかどうかとかさ、うるせえんだよお前本当に、病気なんじゃないのお前本当言ってること、いや本当お前だって何が関係あるのそれ。じゃあさっき林さんも起こすよね、いやそんな関係ねえって、ディースケからもらいに来てさバカじゃねえかって言ってたけど、それやってるか買ってるか買ってないかでさ何の別に影響もないよね、それじゃあ、自分で買うなら買わない目出します、本命対抗も書くんだから、はい、俺買わないで自分で買うで本命対抗、はい、それをぐずぐず言うのはもういい加減にね、それはもうねつまんないぞ、そういうこと言ってるお前ら本当に、つまんない、じゃあもう買ってなかったら何なのって話になるし、買ってますちゃんと、で儲けるときは儲けてるし、でこれも山口邦夫さんも言ってたでしょ、あの俺水戸でもうバーンって60万円したときに俺配るから目の前の人1万円札、はい、年寄りが6人ぐらいいてパッパッパッでいつもほらくれる人もいるね、あのご飯持ってきてる人もいる、その人も俺配ったよ、そういうのもあります、その関しこっぴどくやられるときもある、だからそういうのをさぐずぐず取ってさ言わないでほしいんだよ、あとこれも一つ言いたい、あのねこれは別に文句とかじゃないんですよ、あのねいろいろやり取りしてる人がいて、でなんかもうとにかくまずこう僕に対してこう尊敬の念を持ってくれてる人が一人いるんですよね、ほうでそのまあ経理盛り上げたいって言ってくれる人がいて、ただこの人の一つこのやり取りの中でものすごく違和感があるのが面白そう、予想とか競輪とかのそういうのはもう俺に負けないんだって言い出したわけ、へえ、もう俺のことずっとこういいこと言うなよ、で途中でパッてこの文面が入るのすごい違和感あるんだよ、っていうのはじゃあ一つ言いたい、君にねあなたの職業は何ですか、はい、ね、予想屋じゃありませんよね、じゃあいいサラリーマンなのいいです、ね、じゃああなた予想屋っていうものをまずやってみなさいよと、組合があって、まあ、埼玉は僕で100万円払ったんですよ予想やるときにね、なるほど、それ返ってこないですお金は、供託金みたいな、で返ってこないでもうそのまま預けっぱなしです、はい、で23年やってます、じゃああなたも台どっかでもって23年予想やって人間関係を作って配信呼ばれて予想会呼ばれてそういうことをバーってやった上で同等の立場になった時に言ってくれる話、はい、ね、俺がすごいとかうまいだし一言も言ってないよ俺はね、はい、彼に言いたい、そういう目線で俺を見るなと、そうですね、わかります言ってる意味ね、わかりますわかります、でその何ていうの、俺が勝つ負けるとかじゃなくてやってることが違うし主義主張も違うし感性も違うし俺と同等の立場になるなってことよ、はい、それは誰なんですか、誰ってその、いやその経営ファンです、ファンです、ファンです、あ、一ファンなんですね、そう一ファンで、まあ、要するに俺に会いたい会ってみたいって話から始まってこうなる、はい、で悪気はないんですよ、なるほど、ただそういうスタンスでいる以上は絶対に分かり合えない、うん、で何かつまあほらどっかでもうわー木村さんって言ってもどっかでほらこう下に見るとかさ同等に見るとか言ったらこうじゃあ俺からさちょっと君違うよってなるじゃないですか、はい、話違うよ、じゃああなたがやってる職業に対して僕がバッと入ってっていや僕もあなたの職業これだけど僕もこれぐらいですよとかって言ったらおかしくなりますよね、はいはい、で寿司握ってる人がにさ焼肉が来て俺もそれぐらいできるよって言ったらおかしくなっちゃうじゃん、なります、なります、それはもう結局商品を売る商売でもあります、予想、まあ、あとほらまあ時に外れればさ人のことをさ混乱させたりとかでもまあ自分でも夢と希望もこう提供できる時もあるし、そういう立ち位置にいねえのに熱は俺のが上、予想は俺のが上、何を基準に比較するのってなるじゃないですか、はい、で僕はそういう人はあのいや多分この人はね僕会うと思うな、いずれでも熱はちょっと半端じゃなかったけどでも、はい、この人がどうこうじゃなくてそういうのが多すぎるんだ、でこの人に関しては前後の話で辻褄が合うから僕会います必ず、ただ前後の辻褄が合わないと真ん中だけバンってこう僕の前でこう主張してくる人間がいるんですよ、はい、それは絶対に認めない、認めないし俺会わないよ、まだ来れば別だけど自分からどっか行ったりとかしない、そのやっぱさ僕だってさ選手のことより言いますよいろんなこと、でもまあ俺がさじゃあやればさ毎日勝てて思ってないし俺選手じゃないからでも、はい、
そこをちょっとね履き違えるのが多いんだ、いろいろね。そうだね、今競輪会、競輪会っていうか、うん、やっぱほらその誰でも予想出すじゃないですか。だから僕もそれはもう問題だと思ってるので、うん、その木村さんと横で、まあ、別にそのチャリルフトとかどうこうじゃなくて、うん、グラビアアイドルも出すわけじゃないですか、うん、で本当はあれはその多分ダメでしょ、そのダメっていうか、うん、プロとしてはね、うん、だってその、まあ、僕これたまに例え言いますけど、始球式に来たアイドルがちょっと1回ぐらい投げてくって言われて投げないじゃないですか、プロの試合で。それと一緒のことしてるんですよ、ね、ちょっとせっかく来たから可愛いから投げてきないよみたいな。でしかもそれは当たることもあったりするじゃないですか、こういう世界だから、うん、そうするとなんか何々ちゃんすごいみたいになるのは、そのなんか何て言うんですかね、根本的に良くないですよね、やっぱそれをやっちゃうと、うん、だからやっぱり資格制度にした方がいいぐらいだし、なんかちゃんとあのでただ数字出したら誰だけ出せるんですもん。いや本当ですよ。そこそのやっぱ差を、でも確かに木村さんとか林さんとか生一丁っていうのはその差を見せつけてるから、うん、やっぱりちゃんと需要がもちろんあるしと思うんですけど、でもやっぱりそこの差をやっぱ今誰でも出せちゃってるっていうこの状況をなんとかしないといけないかなっていう気はしますよね。いや本当思うよ。だから今のこのニーヤンは、この今ニーヤンのことを俺悪く言ってるじゃないよ、うん、このニーヤンはさっき言ったね、前後がつじつま合ってるから時にバンってそういう主張があってもいいんですよ。ただあなたよりすごいとかなんだとかって真ん中の人だけバンって突きつけられたら困るし、 CD の先生に言ってみたく、本当に資格もなんもないで、例えばこの前とかも宇都宮でさ、結構前かな、2ヶ月ぐらい前、殿崎が出ててさ、短期で準決、はい、で宇都宮の配信出てる子で上司が何人かいて、殿崎がまくっちゃう話だから、準決で、あ秋元いんのよ、栃木の S 下がり、はいはいはい、どうやってまくんなよ。そしたら殿崎がパッて追い上げたら秋元の人の中で2着しちゃったのよ、うん、そうするとその彼女らはおーってなるわけでしょ、はい、まくってないじゃんって、うん、そのだから言ってることと怒ってることがアンバランスでも、それを見てああこの人6から書いてましたね、ああってなっちゃうわけじゃないですか、はい、じゃあその彼女らがみんなね本質を知って、競輪のちゃんと選手のいろんな大義名も全部分かって、そういう上でこう全部自分でその現場を回してスタジオを回してるならいいけども、はい、そんな人いないでしょ、そんな悪いけど、ね、何人もほとんどいないです。いやもうほんとね歯がゆいね、はい、そういうそうやってもほらなんかこう何林さん一生懸命やってるって言っててもさ、俺らがさそれなかなか分かろうとしないし、じゃあ当たればそれが全てって思う、ね、それが正義と思う人もいるし、そうじゃねえよ本当に、それはもう言いたい。だからもうあのその何度も言うけど、僕がすごいんだから黙ってなさいっていうそういう論調じゃないんですよ。そういうこと言うやつもいるじゃないですか、はい、このオリンピック選手を応援してんだったら競輪で飯食って、はい、もうバカだろお前マジでじゃあ俺その走ってる選手にさ負けた方がいいとか落っこっちゃいとかなんかどっか行っちゃう、そんなこと言ってないでしょ。自由です、僕のね、競技と競輪違うんだからね。じゃあそれをさ絶対応援しなきゃいけない、そんなことないと思うよそれは、うん、だって野球好きなら野球応援して、サッカー好きなら見ねえよって、俺は興味ねえよって言うじゃんそんなのね、はい、だって別にそういう、だからさもうさ履き違えたのが多い、そういうのも含めてなんかこう俺が絶対正しいとは言えないけども、話し合うの話はちゃんと来てくれればね。で俺でもあもう最初からグズグズやつには出向かないよ、来ればいいんですよ。でもいつも飯ぐらい食わしてやるから、酒の一杯飲ませてやるからな、もう来りゃいいんだよグズグズ言ってるやつは。それでもう本当に俺なんかもほら言いてえこと言ってるからさ、多分そういうの損なんだろうね、言いてえこと言ってるから、こいつは思いやりがない、選手にリスペクトがないね、何もたい思いやりがないって思われるんだよね、はい、そんなことないよもうめちゃくちゃいろんなこと考えてるし、はい、それはもう本当に自信を持っている。だからもう俺がそういう本当にくだらねえさ、何の才能もねえ人間だったらこんなに俺の周りに友達はいない、はい、それは自信持って言えるよね。俺がすごいんじゃないけど、ついてきてくれる人がすごいんだけど、山ほどいますよ。でも今日嬉しいですねこれね、青系のね表紙にあのマージャーの滝沢さんがコラム書いてくれて、まあ二段に分かれてね、半分僕のこと書いてあります。嬉しいよ滝沢さんマジでいや本当泣けてくるよ、まあ、恥ずかしいから我慢しますけどね、ここでは。でも本当嬉しい、うん。でまあ、 あの平原君の記事も一緒にこう並べてさ、俺のこと書いてくれる、まあ、こうやってね付き合えばその全然古いやじゃないんだけどね、まあちゃんと映像と、まあ、会ったこともあります、飲んだこともありますけどね、そこでもこう僕を分かってくれる人もいる。だから捨てる神有りや拾う神有りなんだけども、分かってくれてない人に分かってほしい気持ちあるからね、
それはもう本当にこれバーって今まくし立ててますけど、まあちゃんと見てほしいよね、はい、僕の向こう側とか裏腹も時にはね、滝沢さん本当ありがとう、うん、これ本当ね、それは明日のオールスター初日のは OK に書いてある、そう、まあコラムですね、あ、まあ、パリ五輪についてまーって書いてあって、でこの前の築地のね初期払いのことも書いてあったっていう、買ってほしいですね皆さんにね、これ青系ね、僕これ読んじゃうとほらまたこれ、はい、読みやがってるし、まあ、なっちゃうから出たばっかりですから、ね、そうそう、だからこれね1ヶ月ぐらいしたら読んでもいいですけど、そう、ちょっとこれ今だから明日買えるんですよね、みんな買えます、これネットでも買えるんですよね、買えます、ネットでというかはい、はい、ダウンロード版というか、武田さんね、武田さんかっこいい、ありがとうございます、武田さん本当にまた誘いますよ、まあ、滝沢さんからね僕を誘うっていうのはなんかもうなんでだよ話になっちゃうかもしれないから、それはもう僕がねちゃんと誘うんで、また一つ一杯よろしくお願いします、はい、ドリームです、はい、その前にまあこれ、うん、明日全部出揃うわけじゃないですよね、そうですね、小出しです、推奨青の気をつけて、あ3レースだ、これもう推奨って言っても明日の推奨って意味じゃないからね、それはもう4日5日、まあ、5回4から走るに対しての、はい、まあ、どこでやるか分かんないけど青のこれも強いよ、まだ強くなる可能性あるって言っても30なんだな、まあまあオールドルーキーなんだな、117にしてはそうですね、うん、鈴木隆史、はい、よかったね、はい、この前松戸だったけど、まあ、なんか出稽古行って、だから今大阪住んでるらしいんだけど席は東京でしょ、はい、出稽古行ってすげえ連れてきたよ、これも一緒にまあ踏んでる練習してる人から、練習してるの、練習してるのか、まあ、近しい人から聞いてます、まあ、はい、はい、それはねマジで名前言えませんけど、あとねこれはもうね僕の個人的なね追いかけですよ、福永大地、他もちょっと今度意図的に距離踏んだりとかして、でサマーナイ終わってから27日空いたで G1、 まあいよいよそろそろ勝つ競争やりだすと怖いよ、さばけるしね、で小松島の二次予選なんかさ深いに突っ張れると思ったらもう同じとこ行ったもんね外から、はい、それ気持ちも強い、それはもうね面白い、で蛭田ねちょっと勝ち上がりじゃ厳しいけど展開揃ったらなんか一発まくりとかね、あと後ろがしっかりしてるとかける時もあるから、はい、でも鳥取ついて逃げない時もあったな、まあちょっと微妙だけど、まあ俺は蛭田はちょっと追っかけたい、負けせんか、でも松井こういうどこまでやるだろうね地元、はい、あとね谷口くんは平塚走るからね、良平、良平くんいいっすね、良平くんは、うん、これね古いんだけどね去年のね平塚ダービーのね一次予選見てください、まあ平塚すげえ走る、これ俺は谷口くん応援してるからね、前も言ったけどね坂口浩介がまあ良平に取ってほしいと、うん、記念ね、うん、地元のっていうことですよ、頑張ってるんじゃないですか、仲間内で認められてね、はい、ドリームまさか脇本じゃなくて古性が前とかっていうような可能性も感じられてたけどね、はい、やっぱりセオリー通り来ましたね、はい、脇古性ですね、9-2です、で清水松浦5-1です、期待に深谷6-3です、新山君新太郎8-4です、増杉短期はスペシャリストとまで言わないけどそれ近いもんがある、まあそうですね、成績です ね、はい、さあまずねこれはもうこれはドリームレースですよね、まあお客さんファンから選んでもらった上位9人が出るということですよね、そうです、ね、でまあそれについてはじゃあもうやっぱりさまあだんまり後方で待って構えててやらないでしょ新山くん、はい、いつ新山くんが報われるのか、でしょっちゅう新山から買ってる俺はいつ報われるんですかね、これ本当に、はい、もう2024年新山問題です、はい、まあ逃げるしかない、でもうやっぱりもう論点はさもう1個2個3個いっぱいあるんだけど、まあほら4部線短期1位何十個もねいろんなこと考えてもしょうがない、これはもうやっぱりさもうやるしかない新山、逃げるしかない新山と言ってますね、期待がこの中で S 班じゃねえのは俺だけだと、おなるほど、もう一人 S 班って誰乗ってないの、ケンヤですか、ん
あ、金曜日さんですか。いや、金曜日、金曜日。金曜日ですよね。うん、そうだ。まあ、ここはさ、これやっぱりじゃあ、期待だってさ、まくりがゼロじゃないけど、やっぱここはさ、地元平塚で一着をお客さんに届けたいけど、今日お客さんが期待してるのはそれじゃないなって分かりますよね、期待勇気がね、うん。っていう時にやっぱこうやり合うんじゃないかっていうのがまあもう大方のセオリーですよ。はい、で、その時に、じゃあ、ひとまとめで食らわしたらここなんです、普通は。はい、ただ、これ、サマーナイトの初日もさ、ごちゃごちゃごちゃってなったけど、いけなかったよね。いけなかったですね。で、何が言いたいか、要するにこうやり合っちゃう時に、やっぱりこう様子を見てしまうと、じゃあこっちに先動かれたらもういけないんだよね、今の秋元、多分俺が思うに。そうですね。ね。じゃあ仮に先にこっちに行かれた時に、後ろにいんだ、これでしょ。はい。それもこう繋がってくれば、マスギが短期でバーンって巻く時に繋がってれば勝てますよ。はい。でもほら、道中でまだふっくりとそこをこうつこって横行きながらさ、まあ横、怖いじゃないですか、張られると。はい。だからこう誰か奈良にマスギが巻くてついてって勝つとか、五一が巻くってついてって勝つってのは僕はないと思う、基本的にね。だからもうごちゃついた時に動かれる前に動いていければワンツーが見える。ただごちゃついて八六ぶつかり合った時に脇本が行く前に行ってしまえば、まあ瀬戸内のワンツーこれ久しく決まってないんじゃないの。ワンツーは見つけてもう久しくどこじゃないんだよね。ねえ、だって衝撃的だったでしょ、あのダービーの準決でね、はい、清水にチョキンって切れる松浦、嘘にもね、そのダービーの半年前に立川でグランプリ取ったわけですよ、清水足場に。はい。だからこちら松浦ちょっとこうかわいそうに見える切ない松浦で、最近ね僕好きなんで頑張ってほしいんですけど、でこれもね、だから結局やり合うんならもうどっちかでいいんじゃないですか。うん、なるほど。まあそうですね。ただ僕この間展望ね、ネット経理の展望、まあ、会長がやっぱりいいこと言いました。それはもう気づけよお前がって話になるかもしれませんけど、一応ファン投票で選ばれた以上、まあ、だんまりしてってないでしょっていうことで、だから僕がさっき言ったごちゃついた時に増木清水が動く前にちょっと距離踏んでも行っちゃうんだったら決まるワンツーを信用するから。はい。要するにこう三択ですよ、やり合った場合で。今僕が言った展開以外であれば、じゃあこのやり合うっていう中にね、ここが参加してきちゃうと、まあ、なかなかないですよ。3つのラインが衝突しちゃう選考なんですよ、なかなかないです。ただドリームだから、そういうなんかもうものすげえめちゃくちゃなレースになっても、それはもうお客さんも何も言えないかなっていうところで、じゃあ新山と期待がやるなら、じゃあ俺もそこ行ってやろうかみたいな感じで、はい、これもまとまって、これみんなでこの6384、9でもぶっ壊れちゃったら、もうこの3人のボックス買えば当たるんでしょうね、うん、多分。だからそれはもうさっき言ったように会長が言ったように、ドリームだから脇本も故障もそれはそれなりのレースやるでしょうねっていうの観点で言ったら参加型ですよ、脇本もつれにね、うん、っていうところ。ただそれはもう期待の考えてることはまあ期待しかわからない。でどこだっけな、うん、軍どっかでまくり構えて、あ違うか、松山の初日か、特選の記念の大逃げぶっちゃって3着残っちゃったりするかってね、故障しないで新山しないでみんなしないじゃって、まくり構えるってある？ここはやんないよね、まくりねえし。まくりは構えないですけど、だからその新山もあの期待も出させて3番手パターンたまにやるじゃないですか、うん、そのちょっと前来るなら出させるよみたいな、うん、で3番手みたいなパターンはあるかなって気がします、ね、何もしません。新山がそれ脇本の話で、はい、グランプリ何もできなかったけども、はい、でまた仮じゃあ新山君がさ期待出させちゃったら、もうこれはもう深いで楽勝だもんね。まあ楽勝ですね、これは。じゃあ逆にどうですか、まさか出させちゃう。でも期待はまくれるんじゃないですか。まくれるね、はい。したらほらサブログですら買えないけど63になっちゃったりとかね、63になったりとか、じゃあサブログで止まっちゃうとか、はい、くどいようですけど何度も言いますけど、じゃあ新山君が出させてくれればもう楽ですよ、出ないから。そうですね、あのまぐれないし。でこれ仮にさ、じゃあ清水がここでも増木がここでも深谷を乗り越えるのは難しいよね。難しいですね。でまずでも
一つ思うんです。深谷がパンテンバリーの時ね、じゃ例えばじゃあ増井がここにいます、オールスター選んでくれた時に感謝、じゃあまくり追い込みはしないよってグランプリみたいなね、じゃあこれ先に動いてったらまず第一波は合わされます、はい、そうするとこっちはそうすると記者がある、逆にね、うん、だ逆にここに清水がいて先に動くと合わされちゃうと止まっちゃう中で増井が来るってなるかもしれない。だからかえってここにいるよりこっちにいた方が前が仕掛けてくれれば373、清水が仕掛けてくれれば、増井が仕掛けてくれれば止まっちゃって3553とか、そういうのがあんのかなと思うけどね、うん、だもうこれじゃ増井がここにいて清水がここにいて動かないで流れ込むみたいなことはそれはそのまま37かもしれない、35かもしれないけども、そういう選手じゃないよね、特にこっちの方もこっちの方が、はい、そうですね。でさ、増井はさ、これは僕の感性ですよ、ちょっとかったるいね、おかったるい、やっぱりね、松戸の準決記念のあれかったるいでしょ、まあまあそうですね、ちょっと出さしちゃって、はい、で松戸二次予選もそう、後ろに誰ついた、武田が3番手にいてね、はい、で武田が3番手にいて番手は杉本誰だっけ、番手杉本そうだっけ、松井ですよ、あのえ準決、二条線ですよね、うん、まくった時、うん、杉本ですよ、杉本正隆、茨城の栃木、茨城で武田さん待って、それでさ、どっか入っちゃったんだよ、なんかね、いいところ、ああまあそうですね、確かそんな感じでした、ね、で砦の準決もさ、まあ、拓也がさ、あれ踏みすぎか分かんないけど5着になってんだよね、うん、狙いに外行かれちゃって、で松戸の準決も鳥取が強いとはいえ、はい、なんかし嫌なんだよな俺、あの嫌だってのはほら真っ直ぐにも少しなんか迷いっぽいでもある気もするし、逃げるときにね、うん、だ短期の時はいいんだけど、なんかその福井の記念の準決も負けっぷりがひどいじゃん、はい、岸田あたりにかけられて全く出ないとかさ、はい、で松戸の準決も鳥取に帰って番手余っちゃって丸岸出ないとかさ、なんかこう列ができて今日は増井頑張ってくれよっていう時に後ろのために貢献しないレースも今後増えてきたりとかすると、多分グランプリ乗れないね、うん、俺が思うにはまだそんなあれじゃないんじゃないですかね。それはもう切羽詰まって賞金も今いないよ県内に、でもなんかもう何だ勝つ気を抑えたけど必ずやりますっていう感じじゃないと思うけどな、うん、うん、ただ短期の時はやっぱりそれはもうやりますよ、うん、まあそこはね気をつけてほしいけども、まあでもやっぱ清水もさ、増井も基本的にはもう86の先行争いまくりたいでしょ、これは。うん、松浦なちょっと心配だな、松浦ね、で古性も別府は二次予選準決は1着やってる、なんかちょっと少しもうバリバリの時じゃない気もするけど、まあでも14日まあある程度仕上げてきてると思うのが妥当ですかね、一度どころは、うん、そうですね、で清水なんか夏は苦手って言ってるけど、まあ、今年はまあまあ克服してると言ってるよね、うん、まあいろんな論点はいっぱいありますけど、とりあえずやり合うか6-8、はい、でやり合えば6-8ね、6たちやり合えば期待ですね、やり合えば3択、増木清水脇本のどこ行くか、で僕はやっぱりもうピークではないと思う。でまあ僕だったらやっぱり6たちがやり合うと、僕はどっちかから行きたい。ただ7号が行く前に仕掛けちゃえば決まるワンツーです。でまた、あ、逆にね、もう期待がもう逃げちゃって、新山君ももうやられっぱなしだね。今年ずっと期待に、うん、まるっきり歯が立たない。ね。もうでもまあそこでもう頑張りしちゃうこともあるよ。じゃあやっぱもう無理なんだな、新山も無理なんだ、もう期待と戦えないんだって言った時に。すんなり期待が逃げたら、はい、どこ行くか、この辺中心でしょうね、3から。で、なんかこの辺でちょっとほら、もしですよ、期待が逃げるときに、ここで7番、5番、マッチアップしちゃうと、来ちゃうよ、うんうん、去年そうだよね、新田方まで、新田逃げて、新田方まで、ワッキーまくってきて、で、僕当たったんですよ、あれね、確か、ドリーム。で、会長がさ、ドリーム走るんですよね。ワッキー、へー、うん、なんかしてよ、
まあでもお祭りレースって言っても各選手の思惑はどうかっていうところです。分かんない、さっきの期待はね、ファンの思いを背負って今日は勝ち目をファンが要求してないっていう声が多いと思ったら期待はいくかもしれない、それは我々の意見だもんね。俺はもう全部勝ちてんだよって言われたらそれもしょうがないしっていう感じです。はい、いや、もう今更だけど言いますよ、言いたいことは言うよ、俺は言いたいことは言う、言いたいこと言わないからもう意味ないもん。そうじゃないですか、元選手の有名選手の解説とか見たくさ、だ予定調和なことにしたら誰も俺のことなんか見ないでしょ、はい、かといってわざと目を引こうと思うことも言わないです、思ったことしか言えない、本当のことしか言えない。で、まあ、林内帝国の一角に一角になりたいですよ、林帝国林帝国のねでも本当どうですか、ないですかね、だからもう3年後5年後ね、今競輪ファンの人ってこうほら、そういうこと言っちゃったらまた馬鹿にされるかもしれない、俺がね、本質ってなんだよって、本質を知らない人がいっぱいいるじゃないですか、はい、でもそれを僕いつも言って悪いっていう意味じゃないですよね、本質を知らない人が分かり始めてきた時に、じゃあ競輪を提供する側で誰が本物なんだってことに気づき始めたら絶対にそこでふるいにかけられるよね、もちろんだファンのレベルが上がればってことですよ、はい、どっちが先上がるんだよ、選手のレベルが上がったことのファンのレベルが上がるのかって、ファンレベルが上がれば選手も先、ああちょっとふざけたりできないなって思うのが分かんないけど、うん、もし仮にファンのレベルがバーって上がっていった時に、こっちはこっちで戦争だよね、僕もそうだけど、はい、お前大丈夫、おい木村さん本当に競輪してんのって言われることになっちゃ困るように俺も努力しますけど、俺はそういう日が来ると思うけどね。そうですね、それはもう何十年後じゃないですか、近い将来、はい、これは来ると思いますよ、うん、だって今まではそのまあ、いわゆる NHK みたいだったわけじゃないですか。そうそうです、そうですよ。もう本当ですよ。あの親方日の丸のお金で、うん、みんなが何を言ったってお金をもらえるっていう当たり前のシステムだったけど、うん、まあ、これだけ民間が入ってきて、うん、やっぱりどんどん戦いになってくるというか、うん、本当に面白いチャンネルがやっぱ優先されるというか、うん、だってスピードチャンネルなんて誰も見ないでしょ、ね、いや、まあ、いや普通に考えたんですよ、普通に考えたんですよ、見ないですよ、だってあれ、あのね、僕何が入ってるかっていうと、こう人が待って集まってる人にこうテレビ見るから、はいはい、そのためだけです、まあ、そうですね、そう、でもなんかさ、みんなでこれうちでさ飲み食いしてるのにさ、おのおのがさこうやって下見たらつまんないじゃん、はいはい、だから僕が入ってるんですよ、それだけ、はい、確かに見ない、それだけ、あとお店と、うん、そうだって今各競輪場が YouTube やるじゃないですか、あれだってなんでやるのって、そのスピーチャンネルが面白いんだったら、うん、それだけ流しとけばいいのに、わざわざお金出してまで自分たちでやるってことは、多分各競輪場もあれが面白いとは思ってないわけじゃないですか、多分だから自分たちで、まあ、そのやってる自分たちがやってることは面白くない場合もありますけど、だからそういうことだと思うんですよね、どんどん面白いくないコンテンツは弾かれていくというか、うん、になっていく時代が来ると思いますよ。で本当のことを知りたい人が出てきた時に、俺も本物って思われなきゃいけないから、俺もだから緊張してますよ、毎日こう見えて、ね、やっぱ適当なことはできねえし、うん、だそのだからもう多分俺は気づいてるけどね、もう戦争は始まってるっていう、うん、俺は思ってますよ、そのやっぱこう出る側の戦争、さ選手は命かけて戦ってますよ、もちろんなんだかで言って俺はリスペクトしてる、だら僕らは僕らでも始まってるよね、そうですね、ああこれに気づいて迎える発展にってことです、はい、これはもう一つの答えになるよ、8月22日、はい、何が正しくて何がもう何に情熱をみんなかけてるかね、それはもうビッグゲスト来たってもう俺はもうぶっ潰す勢いだから、そのビッグゲストがもう俺と会いたくないって思うぐらいなことやりたい、はい、うん、でもその一人のビッグゲストは結構気合い入ってるんだよ、なんか結構早めに来てくれるっつって、一人のビッグゲストは次が早いんですよ、次の日が、なるほど、まあ昼間来ますけどね、そんな感じです、はい、チャンネル登録いいねの方も押してくれてない人いるでしょ、そんな方押してませんね、まだ、はい、押してない人はぜひね、登録の仕方が分かんない人でもお年寄りが多いらしいんで、あの今度聞いて、それこそ DM で、あのどうやってやればいいですかねとか聞いてくれればあの教えますんで、はい、で僕昨日ね、あの連絡来た福井の兄やんは、さっきは僕悪口じゃないですからね、この人は会うよ、必ず会う、
あ、その人は福井なんですね。この人でもすごいよ。途中そのほら予想で負けないとか常連さん負けないとか、まあ、それはもうほらそこはもうまずちょっと比較しないで、はい、俺がすごいって言うんじゃなくてって思われるけど、はい、この人の情熱はすごい。だからこれはもう 若そうなんですか。若いです。おあるこれも名言は避けますね。あるあの有名選手と年一緒ぐらいです、うんうん、それはもうねこの人は、ね、1回あだけど、ね、なんとねこの人2回ぐらい来ちゃってるっていうね。お宮にねいない時、僕があいない時そうなんですよ。あ、前もって言ってくれればね。もうこれはもうだこのニーヤンはね俺は絶対会う。こんだけ言ってくれて、うん、ただそのね心ないそのあれにはもう俺はもう応じないよ簡単に、はい、あの俺は出向くことない。で出向けばいつも来ればそれ会うかっていうことです。今日の本当に買ってんのかのやつもね、買ってるよ。来てくれればでもそれは買ってるだって。あれでもあれですよ、ネット競輪って別に買う買わないじゃなくてなんか一応1万円の配分させられるじゃないですか。そうそうそう、あれを見て、うん、あれ買ってんのってなってるんですよ多分。その、まあ、まあアホだからなんですけど、単純だからなんですけど、買うわけないじゃないですか。あれだから仕組みとして配分してるだけで、そうですね、そうです、別に1万円って決まってるわけ、全員が1万円なわけないし、うん、だからあれを見て多分そのあのえあれは本当ですかみたいな。だから小学生ですよね、その感覚。どこまでもあれ買うわけないじゃないですか前列1万円、まあね、そういう仕組みは仕組みで、現実は現実でガチはガチで、うん、ね、あの台本は台本でってことですよ世の中人生、はい、まあ、また6日間のうちにちょっとね、あの僕14日見とがったら16日も新潟行くんです。サタリ新潟それもあるから全部できないけど、あ、今見てまたちょっとやっていきます。はい、長い時間ありがとうございました。どうも、お盆気をつけてね、あの交通事故水害気をつけて、どうもありがとうございました。